どうもこんにちは、ジェニュエンウォッチです。シチズンアテッサからニューモデルがリリースされたので、早速アンボクシングしていきます。今回はこちらの白のダイヤルカラー SB5040-80A のレビューをしていきます。この時計のアメリカ版について調べてたんですけど、何も出てこなかったので、もしかしたら日本のみで発売されたモデルかもしれませんね。まず手に持ってみて感じることは、とても軽いこと。めちゃくちゃ軽いです。さすがチタンでできているなという印象です。そのチタン素材の上に、デュラテクトチタンカーバイトというコーティングを施すことによって、めちゃくちゃ傷に強くなっています。まるでガラスがないのではと思えるくらいですね。無反射コーティングのパワーはすごいですね。白と黒のモノトーンなダイヤルカラー、めちゃくちゃ時刻が見やすいですね。秒針のテールについている剣のような装飾、この時計の雰囲気によく合っていますね。ちなみにこの時計の精度は一月あたりプラスマイナス15秒です。ダイヤルには様々な針が装備されています。24時間針、曜日を表示する針、この針はクロノグラフ機能にも使用されます。そして現在のモードを示す針、この時計はワールドタイム機能、クロノグラフ機能、そしてアラーム機能が使えます。ダイヤルの外側に数字が書いてありますね。これは協定世界時を基準とした数字で、各国によって数字が決まっています。ちなみに日本はプラス9、ロスはマイナス8、香港はプラス8という感じです。私はこの数字に馴染みがないので、この数字の代わりに東京、ロサンゼルス、香港で書いてある方が分かりやすいです。海外によく行くあなたなら、この数字表記でも時刻を簡単に合わすことができるのではないでしょうか。インデックスや針に薬を塗料が塗布されています。確認してみましょう。インデックスの光はかなり小さいですね。もし夜光塗料に光が十分に蓄えられていなかったら、時刻を確認しにくくなるかもしれませんね。表面の仕上げについては、マットな部分とポリッシュでピカピカになっている部分がミックスされたような仕上がりとなっております。私の腕周りが17センチですが、このような雰囲気になります。一つ感じたことがあるんですけど、側面から見るとわかるんですが、クロノグラフの割に薄いんですね。クロノグラフってもうちょっと分厚いイメージがあるんですが、これは比較的薄い仕上がりとなっています。薄くてどんなシーンでもつけられそうですね。残念な点が一つだけあります。バンドの弓管が固定されているので、他のバンドへの交換が難しいこと。
私が感じたバッドポイントはそれくらいです。最後にケースサイズを示します。幅が 41.5mm、 クラウンを含むと 44.5mm、 ラグからラグは 47mm、 そして厚みが 12mm となっています。このチャンネルはいろいろな最新の時計のアンボクシングをしたり、最新の時計の情報をお知らせするチャンネルです。昔のモデルの中で私が好きなものも紹介していきます。もし気になる方はチャンネル登録をして最新の動画情報をゲットしてください。それではまた会いましょう。